ハンドルバー変えたんだったね。ハンドルバーが羨ましがるという意味の馬だ。エンディ。はい、ハンドルバージプシーの立ち上げですけど、ついにエンビーに手を出してしまいました。なんと1本2万6000円っす。マジか。 31.8倍、 25ミリライズ、キュードバックですね。キュードバックのティップが5度、アップスイープ5度ですね。うん、いやいやいや、今からつけますけど、26,000円。やばい。みっちゃんに感謝です。エンビーって英語でどういう意味か知ってますか？ああ、知らないです。羨ましがるっていう意味です。そうなんですか。そのままは会社名ですね。すごいな。高いですもんね。ね、780ミリなので、そのままいけるかなと思ってちょっと組んでみたんですけどね、やっぱり広いね。780ミリ、760ミリに切ります。はあ、26,000円。ドキドキ。まあ、本当はね、バー外してやるべきなんでしょうけどね、もう大変なのでくっつけたままやっちゃいますね。エンビのバーの端っこいる人いたりしますかね。いらんよね。エンビの2万6000円のハンドルバー、いや2万6000円じゃないんだけどね、消費税が入って2万6000円かな。 M6 の 25mm ライズ、これを使ってね、まあ、みっちゃんのアドバイスをもらいながらセッティングを出してきたんですけどね、いや今すげえ一本いい感じで走れましたよ。もうちょっと久しぶりにしゃべくれた一本がね、走れたなーって感じなんですけど、このエンビね、これすごいの見てください。これわかります？ステッカーなんですよ。すげえ、何色、1,2,3,4,5,6,7色分もね、色がついている、ステッカーがついていると、ちょうどジャストサイズでね、ここに貼りゃいいんですけどね。立ち上にも赤でも貼ってみようかな、そのうちね。いい感じですね。まあちょっとしたプロテクターにもなりそうだし、面白いなと思ってます。障害保証だしね、立ち上にのすごい好きなベンドだったので、今回これ良かったなと思ってます。今回ね、このハンドルバーは東京の小川林業さんでね、
在庫があるので譲っていただきました。小川人形さんありがとうございました。立ち上げが欲しかったのはこの M6 のね 25mm ライズってやつなんですけど、それを小川人形さんが在庫されてたので譲っていただきました、ね。26,000円ですよ、26,000円。はい、というわけで NBM6 バー、どうやらチョイスは正解だったようです。こんな感じでね、 YouTube チャンネル動画をどんどん公開しております。あなたがねこうやって動画を最後まで視聴していただけるおかげで、立ち上げの YouTube のチャンネルの評価が上がってきてるそうです。ありがとうございます。それからね、ここにチャンネル登録ボタンが出てると思いますので、ぜひチャンネル登録をして続きのビデオも楽しみにしててください。今までの動画です。高評価ボタンとか押していただけると喜びます。はい、というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお目にかかりましょう。タチアニでした。失礼します。